気づきと癒しのメッセージはずきなラジオ心の扉みなさんこんにちははずき光栄ですはずきなラジオ心の扉今日のテーマは優しさです優しさ本当の優しさとはただ 思いやりがあるだけでなくいつも変わらず同じということです。弱いものを見てあれみ心を痛める時人はそれを優しさと呼び美しいことのように扱いますがそのスタンスは非常に危ういものを含んでいることを忘れてはいけません。自分より 肉体的精神的エネルギー的に劣っているものをより優れたものがサポートするのは命として当たり前の行為です地球上では人間が最も進化した存在である限りより多くの生き物の命が光・輝くように導き手助けするのは人として当然の行為です。 そこには生物としての違いはあっても命としての差はありませんそれをことさら優しさという言葉で美しく飾る必要はありませんそうした行為は力のあるものが力の弱いものに対して差を強調しその差を誇示するために急所を狙って わざと矢を射るようなことになるかもしれませんそんな偽物の「優しさは」は人を深く傷つける「やさしさ」につながります競技会で一番になることを「優勝」と言いますが「優勝」の語源は「優勝劣敗」という四文字熟語だと言われています優しさに 勝った者が勝ち残り、優しさに劣る者が敗退していくというのが本来の意味だということ。もともとは一番強い、一番になることを優勝と呼んだのではないのです。最も優しさに優れた者こそ真の勝者。 称賛に値するものであるという意味なのですでは本当の優しさとはどういうことでしょうか差がないいつも変わらず同じということです差がなくなるつまり優しい差差が気にならなくなるほど簡単で優しくなることです 真の優しさとは差が全くなくなることなのですすべては一つすべてはつながっているという言葉の表現体になることが真の優しさです今日あなたは本当の優しさ真の優しさの意味に思いを馳せてみましょうあえて優しくする必要はありませんあなたはいつも どんな時でも変わらず同じいつも穏やかにニコニコ笑っているそんな差のない優しい世界で生きていればそれでよいのですはいそれではここから優しさについて少し解説してみたいと思います人はこの人は優しいあるいは優しい人がいい といいううような言い方をしますがではその「優しさ」とは一体何なのか本当に分かっているでしょうか辞書を調べると「優しさ」とは例えば「上品で美しい」とか「思いやりがある」とか「情が細やかである」「素直でおしとやか」「温和、つつましい」あるいは「悪い影響を与えない」「刺激が少ない」などの意味が載っています確かに 例えばこの子は本当に優しい子なんですっていうような使い方をしたりもしますが一部分だけ優しいというのはそれは真の優しさではなく偽物の優しさだということになってしまいます確かに優しい一面もあるということは間違いないかもしれませんがその裏には別の一面 つまり優しくない一面もあるということをあえて表現していると言えるかもしれませんそしてそれは真の優しさではなく矢をその違いを急所としてそこに矢を刺すようなむしろ辛い行為に差をはっきりつけるいわゆる傲慢な行為につながることがあるので要注意です優勝劣敗 優勝したというのはこの「優勝劣敗」という四文字熟語から成り立っていると言われますがこれは何も「一番になる」とが一番強いということではもともとはなかったのです優しさに勝る者が勝ち優しさに劣る者が敗退していくではその優しさとは一体何なのかということをぜひ一度皆さんも考えていただければと思います 思いやりがあるということが良いことのように言われていますがその思いやりというのは差を強調してしまうとその差の部分に思いやりを突き刺すことになるので要注意です力のあるものが力の劣っているものをあるいはより進化したものがまだ進化の途中のものを手助けするサポートするというのは 当たり前の行為でそれをことさら優しさという言葉で褒めたたえる必要はありませんそれは時にはよりその差を強調してしまう傲慢な行為につながるかもしれませんかわいそうと思うのは明らかに上から目線で傲慢な行為につながるので要注意です 本当の優しさとは全ては一つである全ては一つにつながっているですから当たり前である手助けをする助けられる助けてもらう、ね、自分ができるときは助けるしその助けてもらえるときは助けてもらうそういう差のない状態いつも変わらず同じであるこれが本当の優しさではないでしょうか全てはは、一つになる。それは ワンネスの表現体でありワンピース一つながりの表現体ですそれが本当の優しさつまりいつも同じであることにつながるのではないでしょうか是非皆さんも本当の優しさ真の優しさについて考えてみてくださいありがとうございました葉月光栄でした